オランダの客船オーステルダムの救命艇、兼用テンダーボートテンダーボートは、陸地から船へ、あるいは船同士の間で人員や物資を輸送して、船の活動を支援するためのボートである。交通船、足船、連絡船などと呼ばれることもある。テンダーボート自体に、さらに支援する小型の船が付属していることがあり、ランチ、ディンギーなどもと呼ばれる。 気象条件や海が荒れているといったことや、飛行時間が短い、船が大きすぎて入港できないといった、様々な理由で、船を岸壁に係留することが望ましくないことがある。そうした場合に、テンダーボートが船と陸を結んで橋渡しをする。飛行中、船と陸の間を頻繁に行き来することになる場合も、ある。クルーズ客船では、救命提検用のテンダーボートが備えられていることが、 あり、日常的には、テンダーボートとして用いられるが、緊急時には、救命ボートとなる設備が備えられている。こうしたボートは一般に、プロムナードデッキの上のダビットに釣り上げられており、一見すると、通常の救命ボートのようであるが、普通はそれより大型で装備が充実している。現代の救命艇兼用テンダーボートは、総動線設計が好まれる。これは、 テンダーとして通常使われる気象条件が穏やかな時から中程度の時までにロールしにくいからである。典型的には2人から3人の乗員で100人から150人程度の乗客を運ぶ。第二次世界大戦中に駆逐艦や潜水艦が発達する以前はこうした艦種は多くの保守作業を実施するために母艦に依存していた。アメリカ英語ではこうした母艦も テンダーと呼ばれ、それぞれ駆逐艦母艦、潜水母艦と呼ばれる。アメリカ海軍の艦種分類記号では、AD と AS が与えられていた。アメリカ海軍の駆逐艦母艦はすでにすべて解体され、潜水母艦はエモリーエスランド級が2隻のみ残っている。これらの船は太平洋や地中海に前方展開され、この地域での海軍の作戦を支援している。 雪氷船や灯台見回り船などは灯台や明かり不評を見回りメンテナンスするのが役割の船でテンダーボートの一種とされることもある。ありがとうございます。